まあ、言い過ぎだけど、すごい家族みたいな、みんなあと梅ちゃんって言ってくれるしなんかもうみんな仲良しなんですよね。はい、そうですね、結構あの私カラーがハイトーンなので根元が結構黒くなるのがあの目立っちゃうんですね。なのでどのぐらいだろうね、根元だけだと2週間、3週間に1遍は来て、もうここ綺麗にして、で何回かすると全体のカラーをするっていう感じですかね。なのでしょっちゅう来てます。はい、あ、カラーはいつもあの赤みのないアッシュ系でやってもらってますね、もうずっと最近は。うん、なのでなんか なんだっけアッシュゴールド、アッシュゴールドとかパーラッシュとか、ツヤ感を常にこう保つというか、ツヤのあるアッシュ系に、はい、お願いしています。なんか今からやってもらうトリートメントはヘアコンシャスって言って、すごいあの染み込ませるんですよ、髪の毛にトリートメントで。その後になんかこういう なんだろうバルーンみたいなのを かぶってで 蒸気でトリートメントしていくっていうので、すっごいサラツヤになります。はい、つながりましたね、もう一気にすごいですね。ドアウフフってでもすごい気持ちいいですね。あったかいです、すごく。ウイルスブリムというオイルを使ってます。で、このオイルはあの、まあ、彼女の髪質にあの合うタイプのオイルで、ベタつきがなくて、結構逆にアイロンのカールもしっかりついてくれるんで、あのこのオイルを結構もうお家でも使ってるんだよね。はい、はい、私もこれ使ってます。で、実際巻く前に次あのつけるのがこのクリームなんですけど、これはクフラのスムースカールミルクっていう、まあ、トリートメントミルクなんですよね。で、これを使うとあのコテで巻いた時の熱で髪を傷めない効果があったりとか、で、あと、まあ、逆につけてアイロンを入れることでトリートメント効果が出てくるっていうタイプ、とても万能なあのトリートメントミルクです。で、巻きが終わった後につけるのがこのオージスのスリルっていうヘアワックスです。で、これはベタつきが少なく、逆にあのちょっとワックスでもベタっとするタイプだと、あの、まあ、梅ちゃんの彼女の髪って結構ベタっと潰れやすくなっちゃうんで、そういう油分が少ないけどちょっとこう束感が出せるタイプのワックスを使います。で、最後にあの使うのがこの、ディグナ、まあ、ヘアスプレーなんですけど、あまりこうバリバリ固めないタイプのスプレーで、これをつけるとヘアスプレーだと結構ガリッとしちゃうんですけど、あの結構ふんわり感を出せるタイプのスプレーになります。これで仕上げます。どうですか？いや、もう毎回あのもちろんカラーとかもそうなんですけど、仕上げにすごい可愛く、もうこのまま撮影いけるよぐらい巻いてもらえるのですごく嬉しいです。はい。